はい、どうも、アマゴサイクルです。今日はですね、餃子の王将。ね、皆さんよくご存知の餃子の王将でございます。ただね、通常はね、焼き餃子ですよね。店舗の中ではね、裏メニューで揚げ餃子があるようですね。すべてのお店じゃないかもしれませんけどね。店で食べることはね、ほとんどないんですよ。通常はね、テイクアウトでね、持ち帰ってね、で、焼き餃子にしていただくんですけどね。はい。京都の方ならご存知ですけどね。京都の方だけじゃないかもしれんけど。こういうね、焼き生餃子、ね、2人前以上でね、1人前は無料と。ね、もうこれ皆さん、よくご存知ですよね。これ新聞の端についてるんですよね。時たま入ってくるんですよ。はい。そうよね。大盤振る舞いですね。はい。まあ、焼き餃子に飽きたらね、まあ、焼き餃子飽きませんけどね。これ、揚げ餃子にすると。これがまだまだ、なかなかいけるんでございます。美味しゅうございますよ。揚げ餃子ね。これね、これ。これはメンチカツですよね。はい。これはもう、出来合いのやつをね、スーパーで買ってきました。はい。ね、これね、一個、これ一個にしたらね、税込みのね、42円ぐらいなんですよ、これ。1個ね。安いよね。ほんで、むちゃくちゃうまい。美味しいです。私好みの味でございます。ね。味なかったらね、買いませんもんね。はい。ということでね、今日はまあ、これ2ともね、あげることにいたします。それじゃね、やってみましょうね。はい。はい。それではね、餃子をあげましょうね。はい。ちょっと温度はね、低めの方がいいですからね。もちろん通常はね、焼き餃子ですけどもね、焼き餃子ね、王将の焼き餃子、美味しいよね。でもね、たまに、このようにしてね、揚げ餃子もね、美味しいですよ。まあ、これくらいで一緒、はい、次ね、メンチカツですね、はい、これもね、うまいんですよ、これスーパーでね、このように出来合いですけどね、作って売っております。まあ、1個42円ぐらいとね、安価ですね。でもね、あまり高温はダメですわ。焦げちゃいますので、まあ160度ぐらいですかな。上がりました。はい、王将の揚げ餃子、それとスーパーで買ったメンチカツですね。通常は焼き餃子にしますけど、揚げ餃子もね、なかなかいけるんですよ。それとこのメンチカツね、これね、安いのにね、まあ手間いらずね、もう出来合いを買ってきちゃったのでね、あと揚げるだけですわ。これもメンチカツも美味しいですよ。もうね、何回か買っておりますけどね。それじゃね、失礼していただきます。はい。揚げ餃子。これ何もつけずね、このままで美味しいですよ。はい。美味しいです。
まあね、焼き餃子に飽きたらね、まあ焼き餃子飽きませんけどね、たまにこういうのね、味変してね、揚げ餃子もいいんじゃないかと思いますね。うまいっすよ、これ。揚げ物を食べてるとね、やっぱりね、野菜、やっぱりキャベツね、千切りのキャベツね、これでいただくと美味しいんですわ。で、まあ、ドレッシングね、これを使いましょうよね。ね、千切りキャベツね、これ美味しいね。このドレッシングね、ちょっと甘めですけどね、うん、なかなかうまい。それではね、このメンチカツいただきたいと思います。ね、はい、はい、いただきます。うん、いつもとね、同じ味ですわ。美味しいな。これ何もつけなくてもね、味がしっかりしてるし、いいんですけどね。まあ好みでね、まあケチャップね、これつけてもまたより美味しい。うん。ね。こういう食べ方がね、美味しいですよ。油もんね。野菜。ミックス。今日はね、この安いね、ビールじゃないね。発泡酒でもない。第三のビールかな、これ。あまり気にしてないけどね。とにかく安くてね、美味しいんですよ、これ。うん。なかなかいい味してますしね。売れ行きも好調ですよ、これ。うん、クリア朝日。